モノノベ朝香は、アスカ時代の人物。性はなし。モノノベ氏の一族ではあるが、性が存在しないため、身分の低かったことが推定される。日本初期巻第21によると、陽明天皇2年、陽明天皇の遺章により、仏教に帰依する旨が、軍神に伝えられた。これに、反仏教派のモノノベモリアと、中富のマサル会は反発したが、 大阪部下もクその伝言により、森屋は河地国の後へ退いた。そして、蘇我馬子への使者として、物ノノベヤ大市作り小坂、漆辺の作り兄を派遣し、自分を落とし入れようと図っている軍神たちがいるので、ここに退いているのであると伝えた。これを聞いた孫は、すなわち派生や島連を、大友ラフ連のところに使いして、つぶさに大連の語を述べしむ。ラフ連。 手に急戦、川立てを取りて、欅局の家に着きて、十やりらず、大臣を神守る。欅局の家は、大臣の家なり。陽明天皇が放御されたのは、物のべし氏と蘇我氏が互いに警戒し合っている間の4月9日のことであった。ありがとうございます。